キング・オブ King ・キングスは1961年制作のアメリカ合衆国の映画イエス・キリストの生涯を描いた作品セシル・ビー・デミル監督が1927年に制作した同盟映画をニコラス・レイ監督がリメイクしたものと言われているがベルナールエゼン出のニコラス・レイある反逆者の肖像によればそもそもこの作品のアイデアとスクリプトは プロデューサーのサミュエル・ブロンストンの前作、大会選手を監督したジョン・ファローのものだったが、使えるレベルではなかったので、ニコラス・レイが旧知のフィリップ・ヨーダンを呼び、手直しさせたものであった。大名もファローの時は、人の子、レイと契約する時は、剣と十字架であった。これをヨーダンが、キング・オブ・キングスとすることを提案した。当然、デミルガーから許諾を受けるという動きもあって、 配給の10%を提示する案もあったが、試しにアメリカ映画協会にタイトルを登録してみると、デミル側は未登録であったため、ブロンストン側は陰紙第6セントでこの題名を手に入れたという。日本語吹き替え、初回放送1973年12月23日テレビ朝日、日曜洋画劇場。ありがとうございます。